JR 貨物 e f 二百十軽電気機関車 e f 二百十軽電気機関車 e f 二百十型電気機関車は日本貨物鉄道 JR 貨物が九百九十六年平成八年から製造する平坦路線向け直流電気機関車である九百九十年代前期従来の直流電格間標準機である e f 六十五軽電気機関車は初期型が 経年30年前後となり、同形式を多数承継した JR 貨物では更新工事を施行して延命を図ってきた。また、輸送力増加への対応策として1600トン建員を念頭に置き、1時間低角出力6000キロワットを誇る EF200 系電気機関車が1990年、平成2年3月から落成した。しかし、当初計画された位置、 600トン計員は変電所の電力供給能力問題が顕在化したことから実現できなかった。このような情勢下で JR 貨物は方針転換を強いられ、本形式は EF65.66 系の後継機として、また東海道山陽線系統の1300トンコンテナ貨物列車運転拡大に充当する目的で開発された。JR の機関車で 初めて愛称が採用され、公募の結果、岡山機関区に所属する省電力大出力機であることから、エコパワー桃太郎と命名された。箱型両運転台を採用し、外販には腐食防止の観点から対抗性鋼板を使用している。側面には機き取り出し口を、冷却ダクトを内蔵した屋根は、機器脱着を考慮したに分割の取り外し可能な構造とな、いる。 高運転台式非貫通の全面形状を有し、正面窓状に短い日差しを設けた。また、予算線に存在する鳥越ト,トンネル異性の超強章トンネルを通過するための対策を施しており、四国島内の電格貫直通を可能としている。機械室は一室とし、中央部に VVVF インバータと補助電源装置を設置している。通路は Z 型とし、 車体中央で通路配置が逆転する。これは、機器室内の通路幅を確保し、整備性の向上に配慮したもので、このため側面の窓配置は向かって、左側に最高窓が並び、向かって右側に通風口を設ける配置となる。GTO 阻止を用いた VVVF インバータで加護形、三小誘導電動機を制御するシステムは、 EF200 系電気機関車と同一であるが、製作及び運用コスト低減のため、本形式は、国内機関車では、初となる1台のインバータで2台のモーターを制御する、1CNM 方式を採用した。インバータの結線は、1軸目と5軸目、2軸目と6軸目、中間の3軸目と4軸目のモーターとなっている。なお、2000年以降に新造された100番台では、 インバータの構造がイベット素子に変更され、1台のインバータで1台のモーターを制御する 1C1M 方式となった。1時間定格出力5 6 5ットの種、電動機を吊り掛け式で6機搭載し、機関車全体で3 3 9 0ットの出力を確保しているが、本形式は日本の電気機関車として初めて30分定格の概念を採用し、 定格出力3、540kW、30分の設定で設計された。これらの対応により、絶対的な性能は EF200 系、1時間定格出力6、000kW に比べ大幅に切り下げられているが、東海道本線関ヶ原付近の連続勾配中、パーミルでの運用が可能となり、EF66 系電気機関車との共通運用もできる。 補機類や、軽機類の電源を供給する、補助電源装置には、g t e をチョッパ、イベットインバータで構成された、静止系インバータ、SIV を採用し、参照、交流 440V60Hz と直流 100V を出力する。台車は、軸量式、ボルスタレス台車の二軸ボギー台車で、溶断波が取り付けられている。車体支持方式は空気バネ。 動力伝達はリンクを介した低新ら方式である。軸箱小指示は軸張り式による断性指示とし、台車に搭載される駆動装置は一段歯車減速吊り掛け式としている。基礎ブレーキ装置は保守省力化の観点からユニットブレーキを使用した小結合金製輪子による片押し式としている。ブレーキ方式は発電ブレーキ併用の電気指令式、空気ブレーキとし、 関ヶ原付近の10パーミル連続下り勾配において1300トン貨物をそもそも即運転できる性能を持つ。中間台車にはバネ式流地ブレーキをユニットブレーキに内蔵している。空気ブレーキなどで使用される圧縮空気を供給する電動空気圧縮機は FMH3008FC3000A 型を一機搭載する。電動機などの冷却に使用する。 電動送風機は FMH3012 回回計12型を発機、搭載する。内訳は電動機、インバータ用が3機、灰、ゴミ用が3機、ブレーキ抵抗技用が2機である。運転整備重量は100.8トンとされ EF66 型と同等である。軸重16.8トンは日本の使用幹線における 通常の許容上限まで取った状態で粘着力確保の意図がある。1996年平成8年3月に三菱電機、川崎重工業で製作された本形式の試作機である。新鶴見機関区に申請配置され各種試験に供された。1997年平成9年8月に岡山機関区へ転属した。 量産機とは、車体側面1エンド側のリューバー形状や、屋根昇降ステップの位置が異なるほか、運転席、側窓がやや小さく、運転台周りの塗装パターンが若干異なる。側面の車両番号表示は向かって、右の助手席側扉付近にある。主電動機は、FMT3 系、565kW、歯車比は1、4.44。 軸距が 2600mm に設定され、中間台車が FD5、両端台車が FD6 とされた。パンタグラフは、下枠交差式の PS22D 型である。2005年、平成17年3月に量産化改造を実施し、量産機と同一の電動機、FMT4 型を搭載し、歯車比も量産車と同一になった。1998年、 平成10年7月同年11月に三菱電機、川崎重工業で製作された本形式の量産機である。主電動機を同一出力ながら小型の FMT4、計5 6 5ットに改良。これは以降の新型電気機関車にも標準装備される。走り装置は歯車比を14.44から15.13に変更。 手電動機を小型化したため、台車軸橋に 500mm に短縮した FD7E 両端台車、FD8 中間台車を装備する。側面の車両番号表示は向かって、左の運転手席側扉付近に移された。新生児より、エコパワー、桃太郎のロゴマーク、小型が助手席側倉下に描かれる。パンタグラフは、下枠交差式の PS22D 型である。 全社が岡山機関区に配置されている。2000年、平成12年3月以降、三菱電機、川崎重工業で製作中の改良機である。同年4月10日から運用を開始した EF65 系を機械のために、岡山機関区及び新鶴見機関区に申請投入されたが、2007年、平成19年度以降 EF66 系取り替えのため、 水田機関区への申請配置も行われた。検査作業の効率化のため、機器室通路の幅を拡大した。主要機器の面では、VVVF インバータの整流素子をイベットに変更し、制御システムも1台のインバータで1台のモーターを制御する 1C1M 方式とされた。補助電源装置として搭載する、静止系インバータ、SIV の故障時に、 主回路制御用インバータの一部を SIV のバックアップとして使用できるフェールセーフ配慮がなされた。主電動機の制御方式が滑り制御方式からベクトル制御方式に変更されたほか、新生児から ATS-PF 保安装置を搭載している。外観上、基本バンダ台とは側面の最高窓、ルーバーの数や配置が異なり、大きめのエコパワー、桃太郎のロゴが、 側面中央に描かれている。109号機構はシングルアーム式パンタグラフの FPS-4 型を採用し、関節部は車観測に向けて搭載される。なお、シングルアーム式パンタグラフを搭載して落成した115号機は2011年現在は PS に通りした枠交差式パンタグラフに換装していたが2013年2月に 全般検査を施行された際にシングルアーム資金、タグラフに復元された。また、127号機は、申請直後の2006年9月上旬、清掌貨物駅東京貨物ターミナル駅間で1、300トン列車検飲酒検を7日間行った。156号機以降は、屋上の列車位置検知用 GPS アンテナ設置が省略されている。これは、 列車位置検知システムのリニューアルに伴い、従来の GPS アンテナの使用を中止した関係である。経年40年を超える、瀬野八用補助機関車、勾配合式機関車である EF67 系、例バン番台の置き換え用として2012年、平成24年7月に計画発表された。同年9月3日に301号機は、川崎重工業を出場し、 およそ1ヶ月の現車訓練とし運転を経た後に、広島車両所に配置された。2013年3月16日より、営業運転を開始した。100番台をベースとしており、勾配合式機関車として運用するため、シリコン油を内蔵した新型の干渉機を、両エンドの連結機に採用している。これは、貨物列車を、編成後部から押し上げる際、 状況によっては編成内の連結器に衝撃力が加わる場合があり、それを緩和するためのものである。従来の干渉機に超高粘土のシリコン油を充填したシリンダを組み込み、引っ張り側では従来のゴムブロックによる変形抵抗により衝撃を吸収するが、圧縮側、押し上げ時ではそれによる変形抵抗にシリン油の流動抵抗が加わり、 より高い衝撃吸収能力を持っている。その装備のために干渉器が大型化し、車体長が片側で 200mm、全体として 400mm 長くなっている。車体色は標準型と異なり、青地に2本の黄色のラインを入れたものとなる。購買合式機関車としての仕業以外にも、本向きとしての運用を考慮して、汎用性を持たせた設計とされているため、背の鉢以外の区間、 主として、山陽本線でも運用されている。2017年に落成した3 1 5号機と311号機は、309号機、以前や、他のバンダイとは異なり、側面に、JRF ロゴが付いてない、レ r e f n コール r a i l f j p スラッシュ news スラッシュ2017スラッシュ08スラッシュ26スラッシュ20000、ref 2000 なお、2017年8月6日から8月19日には、京都鉄道博物館に315号機が展示された。本形式は、新請以来東海道本線、山陽本線で重点的に使用されるほか、東北本線の宇都宮貨物ターミナル駅、高崎線の倉賀野駅、中央本線の八王子駅、京葉線の蘇我駅、鹿島線の鹿島サッカースタジアム駅、 さらに2002年3月ダイヤ改正からは、瀬戸大橋線を経由し、高松貨物ターミナル駅、または新浜駅などの運用があり、運用範囲は極めて広い。0番台、100番台の区別はなく、共通で運用されている。EF66 型や EF200 型が牽引する、運用で EF210 型が代走する、ケース。 その運用で牽引する EF210 系の機関区とは別の機区の EF210 型が代走するケースはある。301から303号機は申請当初は広島車両所に配置されていたが、2013年10月に301号機が水田機関区に貸し出され、その後は301号機が水田機関区に転属したのを皮切りに3機すべてが転属し、 送り込みを兼ねて、ス田広島間の貨物列車の先頭にも立つようになった。また、2014年3月ダイヤ改正からは専用の運用が新設された。2018年ダイヤ改正では運用が独立し、300番台専用運用が新設された。2015年には304号機から309号機が増備され、 さらに2017年には315機が増備された。重要部検査は0.100番台、岡山、水田所属が岡山機関区もしくは広島車両所で300番台が水田機関区で施行される。全般検査は広島車両所が担当している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。